幼い頃、よく熱を出していた。今の舞が熱を出したのは、精神的な疲労も大きいのかもしれない。舞い上がれ。舞は単独飛行で離陸し、旋回することはできるようになり、そして苦手だった着陸もセンターラインを外れずに行うことができるようになりました。彼女はパイロットとしての階段を一歩一歩着実に登っていますが、熱が出てしまって今後の訓練に支障がなければ良いのですが、一方の兄、ハルト。母親に対してのすごい暴言。彼はどこでひねくれてしまったのか。幼い頃から少しひねくれているような感じはありましたが、大人になってさらにひどくなったようです。ハルトは何を考えているのか。第50話のお話は、舞は毎日大河内教官による厳しい着陸訓練を受け、センターラインの真ん中に着陸できるようになったものの、疲労がたまり熱を出してしまう。そんな寝込んでいる舞のところに、凛子はアイスクリームの差し入れをしてあげる。一方の大阪では、自分たちに会おうとしない晴人のことを心配している浩太と恵み。めぐみは、ハルトを応援してあげようと言うが、コウタは、息子のことが理解できないと、本音を漏らす。第50話は、このようなお話になるようです。舞は幼い頃、いつも熱を出していたものと、似ているのでしょうか。人力飛行機のパイロットの訓練で、体力は男性には勝てないものの、凛子よりはあるかもしれません。しかし、鬼教官との毎日の厳しい訓練。体力的にというより、緊張の連続で精神的なものから来る体調のキャパシティを超えたのかもしれませんね。仲間を退学させた教官には絶対に負けない。ただその思いだけで、自分の限界を超えていることに気がつかなかった。体力ではなく精神の面で。舞は少し休んだ方がいいかもしれません。そして晴れと、親としては心配してしまいます。何をしているのか、何を考えているのか、どこに向かっているのか、心配な晴れとです。第49話では、柏木と大河内教官に見送られながら、ソロフライトに挑む舞。自分一人で飛行機を飛ばしていることが信じられない。小さい頃、自転車の練習で後ろを支えてもらうことありますね。手が離れているのに気づかず、いつの間にか一人で乗れている。そんな感覚に似ているのでしょうか。彼女は隣に教官がいないことがこんなに不安だとは思わなかった。万が一トラブルが起きたとしても、すべて自分で対処しなければならない。彼女が怖いと言っていたのがわかります。彼女は訓練を終え、無事に帯広まで帰ってきた。そしてとうとう苦手な着陸に挑戦です。努力をしてもパイロットになれない学生はいる。彼女は大河内教官の言葉を思い出す。そんなことない。努力は報われんねん。フェイルになった水島のことをどうしても彼女は考えてしまう。パイロットを目指して努力を重ねてきた彼。しかし、彼の努力は報われなかった。そんな彼のことを思い出すと、虚しい気持ちになる。彼女は、大河内教官のことを憎んでいるのかも。そうだとしたら、
いつも優しい彼女にしては珍しいこと。管制塔では大河内教官と柏木も着陸を見守る。この子、一回もセンターラインに乗せたことないもんね。管制官は心配そうにしています。大丈夫です。岩倉学生はずっと努力してきたので。柏木は彼女を信じている。大河内教官、見といてや。気合を入れて着陸態勢に入る彼女ですが、やはり飛行機は滑走路のセンターラインをずれてしまう。着陸がうまくいかなかったことで、ソロフライトを終えても彼女は素直に喜べない。憧れのウィングマークを手にしても、舞は嬉しそうではなかった。ソロフライトを終えた学生たちは、ウィングマークというバッジをもらう。それはパイロットとしての第一歩を踏み出した証。嬉しそうにバッジをつけ、記念写真を撮っている凛子たちのチーム。悔しいんです。彼女は柏木に言った。本気で努力しても、それが報われないことがある。そういう考えの大河内教官のことが信じられない彼女。努力すれば、いつかは報われると証明し、彼を見返したかった。しかし彼女はいつものように着陸に失敗。今彼女は柏木よりも熱くなっている。大河内教官に着陸の特訓をしてもらいたいと申し出た彼女。他の学生と訓練の進み具合に差が出ると教官から言われますが、構いませんと彼女は強気。私、教官に負けたくないんです。そうはっきりと言った彼女。今の彼女は大河内教官が憎らしく思うのでしょう。彼女は水島の努力を認めてくれなかった教官を許せない。本気で彼女はそう思うのでしょう。大河内教官も自分が憎まれていることはわかっている。彼は舞の申し出を受けました。彼女の反抗的な態度にも冷静だった大河内教官。練習にも付き合ってくれるのは彼女にパイロットになってほしいから。本当は学生全員をパイロットとして卒業させたい気持ちなのかも。小さい頃から人のためなら頑張れた彼女。五島では走ったら熱が出るにもかかわらず、一太くんのお母さんのために全力でバンバを呼びに行った。そんなところは今も変わらない。彼女は水島のことを思い頑張っているのでしょう。大河内教官に負けたくないのは、努力してきた彼が報われてほしいから。教官の特訓で彼女はセンターラインに飛行機を乗せられるようになった。飛行機の着陸は高い操縦技術が必要なのですね。着陸時に機首の角度を上げ少し浮かせたりするようですが、角度が大きいと失速して墜落することもあるらしい。舞が苦労するのも当たり前ですね。練習の成果は出たのですが、無理をした彼女は熱を出してしまう。朝一の花丸さんが言っていたように、彼女は小さい頃に走るとすぐ熱を出していましたね。それは彼女が気持ちを抑え込んでいることが原因で。今、彼女が熱を出しているのは、大河内教官との確執が関係しているかもしれないと思いました。そして東大阪の実家の前まで来ても入ることができない春と、彼はなぜ両親に会おうとしないのか、
お隣の梅津には大阪に来た時に立ち寄っているのに。マサルさんは、よその家のことに首突っ込まんでええと言いますが、雪乃さんは見ないふりができない。彼女はめぐみさんが春人を心配しているのを知っている。めぐみさんに会ってすぐの春人のため息は面倒だと感じている証拠です。今の春人は幸せにやってるように見えへん。その言い方が気に入らなかったのか。小さい工場で金に苦しんでるあんたらとはちゃうねん。親をあんたらと呼び、彼は出て行ってしまう。めぐみさんは彼の態度に傷ついたでしょうね。ハルトはコウタさんに反発しているのかもしれない。小さい頃、よく熱を出す前にかかりっきりで、自分のことは構ってもらえなかった。コウタさんと舞はよく似ていて、同じように夢を追いかけるタイプ。ハルトは小さい頃から勉強していい大学に入り、父のように苦労しないで働きたいという考えだった。家族の中で彼だけ考え方が違う。そういう彼は家族の中で孤独を感じていたのかもしれない。両親と春と分かり合える日は来るのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。